はい、品番がこちら 5874C のスフレタッチツーウェイカーディガンです、はい、お色はりんちゃんが着てるのがグリーン、うん、はい、そしてりんちゃん手に持ってるのがチャコールグレー、うん、はい、そして私が着てるのがベージュの3色展開でお値段税込み5290円でございます、はい、ではりんちゃんおすすめポイントお願いします。はい、もうなんといっても、うん、このニットカーディガンは触り心地そうがもう本当にふわふわで、うん、商品名もねスフレタッチっていうのが入ってるんですけど、うんうん、もう全然こうチクチクもしないし、大丈夫、ふわふわで柔らかくて本当にずっと触っていたい、うん、こうずっとこうやってニニニニしていたい感じの肌触りになっているのと、うん、あと 2way なので、うん、ここボタンを全部閉めたらトップスになるし、はい、でボタン側を後ろにして、うん、このもっちゃんが着てるみたいに、はい、着ていただくこともできるという、そうなんです、素晴らしいニットカーディガンでございます。ございます、はい、うん、あとねこの肩が結構落ちてるんですよね。そうなんですよね、うん、なのでこうこの辺ジャストだと、うん、ニットのカーディガンってちょっとなんかガチッとしてしまうんですが、うん、かなり落ちたデザインになっているので華奢見えもしてくれるニットカーディガンになっております。なっております、はい、はい、りんちゃんありがとうございます。はい、はい、じゃあコメント読んでいこうと思うんですが、あみ、うん、さんがグレーかと思ったらグリーンなんですねって。そうなんですよ、そうこれねグリーンで、なちょっとこれはわからないな。そうね、ちょっとね多分画面越しやったらちょっと暗く見えるんですけど、目で見たらなんか、ね、ニットグリーンみたいな、ちょっとくすんだ、そうですね、ニットグリーンって感じですね、うん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 、本当にアイスのあのミント感、あ、あるよね、うんうん、想像していただくのがいいかな。そうね、うん、でも確かにその色が一番近い気がします。はい、でお色はあの商品ページ の、はい、あの3つ映ってるやつが一番正しいお色なので、はい、そちらで見ていただけたらと思います。はい、はい、あ、皆さんチャコールグレー好きな色、うん、それですね、お肌弱いわなもぴちゃんもチクチクしませんか、うん、これね全然大丈夫、そう、でも本当ね名前の通りやね。そうなんですよ、そうスフレタッチ、本当に柔らかいし、うん、なんかちょっと しっとりもっちりみたいな感じの質感なんですけど ね、うんうんうん、ね、全然ね私もね今普通にヒートネックの中着てなくてタンクトップで着てるんですけど、全然チクチク感は、うん、はい、大丈夫でございます。はい、うん、あ、ソダさん、バンザイしたらお腹見えないですか。お腹はねちょっと見えちゃうかもね。見えますね、うん、中は見えても大丈夫な、うん、ヒートテックとかならね、そうね、ですかね、うん、うん、まあでもそれこそ結構丈がショート丈なんで、あの、うん、ハイウエストのものとめっちゃ相性いいと思うので、うんうん、そういうのとしてもらって結構、ね、はい、足も長く見えるしね、はい、うん、ぜひ合わせてもらえたらと思います、うん、はい、お、キチさん、想像したらミント色に見えてきた想像してください、想像してください、ミント、ちょっとやっぱグリーン、うん、伝わらないんですけど、そう、うん、かわいいグリーンなんですよね。でもめっちゃ綺麗なグリーンです、うん、はい、です。あ、ナリさん、一番上のボタン外すとどんな感じだろう。じゃあリーダーにしてもらおう。一番上外すと、うんうん、こんな感じ。あ、でもなんか抜け感が出て、うん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 、良さそう良さそう、すっきりして見えますね、うん、ここですね、うん、うん、めっちゃいい感じです。はい、はい、じゃあせっかくなのでもう一色あるので、うん、リーちゃんにじゃあ、はい、はい、着てきてもらおうかなと思います。はい、でもねこうやってね、私今ボタン後ろにしてるんですけど、こうやって着ても可愛くないですか。なんか全部ね、いけるよね、うん、なんか全部ツーウェイ仕様なんで首元も全然きつくないですし、すごいこっちはちょっとまたスッキリ見えみたいな感じ、ちょっとシンプルなので、あの柄物のスカートとかにもよく合わせやすいかなと思います。はい、しかもちょっとね袖がポワン感があるので、あのインナー着てもらってもこれ全然大丈夫なんで、今さっきあのりんちゃんタートルネックを下にあの仕込んでたんですけど、そういう着方もめっちゃ可愛いと思うのでぜひしてみてください。はい、お、みんちゃんがいる、ちょっと、お、ありがとうありがとうとか言ってあ、カラボンさん、チョコミントです。お、チョコミント、チョコミント、チョコミントです。お、りんちゃんもやって、はい、私はノーチョコミントなんですけどちょっとあの下がおこちゃま、なんかね、私はちょっとノーチョコミントなんですけど、りんちゃんはチョコミントだそうです。でもね、なんか興味はあるんですけどね、うん、チョコミントってなんか好きな人にめっちゃ勧められるんですよ、うんうん、周りいるから。ちょっとね、歯磨き、そうさよね、ちょっとあのそれになっちゃうね
ですね、うん、ここにもいるんかな、チョコミン堂の方は、うん、でも本当綺麗な色です、めっちゃ、うん、けどなんかミントなんですけどちょっとくすみ感はあるのですごい使いやすいと思いますよ、うん、です。あ、あみさん商品ページ見てきたらちゃんとグリーンでした。お、よかった、ありがとうございます。見に行っていただいて、オリジナルワンピと汗の可愛かった、いや、あ、いいよね、絶対かわいい、絶対かわいい。そう、これがねクロップド系の丈感なのですごいワンピースとの相性もめっちゃいいです。今私ちょっとスカートなんですけど、ぜひあのワンピースと合わせたりしてこようかな、じゃあせっかくなんでオリジナルワンピの、じゃあ新色と合わせてこようかなと思います。ブラウンとね、うん、でめっちゃ相性いいと思いますよ。はい、あわらかさん、まみちゃんの後ろ姿もう一回見せてほしい。 OK です。こんな感じ、なんか後ろでもかわいいですね、ボタンがめっちゃ可愛いね、可愛いよね。後ろ姿が脱いだ時にね、アウターとか、あ、確かに見えたら可愛いです、ね。確かに確かに、普通にアウター着てたらここだけけど、実は後ろデザインありましたみたいな。可愛い。確かに可愛いと思う。私はこれはね、本当狙ってるけど色を迷ってます。すごく色を迷っている。うん、あ、カーディガンも可愛い。はい、カーディガン風に着てきました。中はね、シャツワンピースを合わせておきます。うん、かわいい。丈感がちょうどいいですね。そういうワンピースとかもね。そうなんですよ、もう、うんうん。かわいすぎる。かわいすぎる。ね、このなんかロングワンピース合わせかわいいですね。やっぱクロップド丈なので、うんうん、結構目線が上に行ってかわいいですよ。すごいバランスがいい。うん、あ、チアさん、モッピリンちゃん、こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。今日もかわいいのばっかり挟んだ。今日はね、本当。いや、ハサン。いや、私たちもハサンやったそうなんですよ、もうちょっと残っててほしいなって思うアイテムばっかりで、いや、そうなんですよね、うんうん、りんちゃんはパーソナル、何かな、パーソナルカラーかな、うん、何、ちゃんと調べてもらったことはないんですが、なんかイエベ秋な気がする、うん、そう、よく言われます、うんうん、よくイエベ秋って言われるので、イエベ秋かなという気がしてるんですが、うん、まあ、何でもね、なんか私パステル系の色とか好きなので、うんうん、あんまり気にせず着ております、うん、あ、モピちゃん後ろ姿もう一回見せてほしいってあったので、あ、OK です、うん、こんな感じです、あ、こんな感じです、後ろもね、めっちゃ可愛いです、うんうん、まあ、結構シンプルなのでね、本当に、うん、ボタンも大きすぎずっていう感じのサイズ感なので、はい、全部後ろで着てもらってもめっちゃ可愛い ね、なんか前後差特にないので、うんうん、そうね、うん、後ろがこう上がっちゃうとかは特にないです、うんうん、はい、はい、すごいバランスよく着ていただけるかなと思います、うんうん、あとは、ラブゴンちゃんさん、もっぴちゃん履いてるスカートのブラック変えたので似合わせしたい、何おすすめですか、スカート、あ、レザーかな、あ、なるほど、レザーとトップス、うん、でもブラックブラック、ブラック、やったらグリーン、うん、絶対可愛いと思います。可愛いですね。ね、そう、うん、絶対合うと思います。グリーンも本当使いやすいグリーンなので、うん、ちょっとくすみ系のある、うんうんうん、だからグリーンかなと思います。うん、はい、はい、そうですね、みやさん、今年は丈短め多くて低身長にはとっても嬉しいです。うん、そうですね。わかるわかる。うん、ここにね、目線がね、上に行くのでね、うんうんうん、足がすごく長く見えるから、うん、おすすめですね。はい、うん、あ、ナリーさん、キモ感近くで見たいですって。あ、じゃあ、一個ずつちょっとお見せしようかな。じゃあ、まずリンちゃんのから。じゃーん。どうですかね。なんかちょっとね、ミックスっぽい感じやね、色味は。うん、そうです。うんうん、白と、その他の色って感じですかね。あ、そうだよね、うん、これもベージュもちょっと画面じゃ分かりにくいかもですけど、ちょっと白が入ってて、白とベージュのミックスって感じです。で、ミントも白が入ってます、うん、こんな感じ、ミントと白のミックス。でもそんなにね、毛は長くないので、ほんとチクチク感はそんなにね、気にならないと思います。ざっくりすぎないし、はい、うん、編み目はしっかりしてるので、うんうん、これはおすすめです、うん、はい、てな感じです、はい、うん、ちょっと下行きますね、うん、あ、もえさん、りんちゃんが着てるシャツの短めの方で再販ないですかって、あ、まゆーちゃんがニットの下に合わせて可愛かったです、あ、これですか、これね、あ、多分それだと思う、ちょっと、あ、これじゃないわ、あっちか、ちょっとここにタックが入ってるかな、あ、わあ、そっか、そうね、あれはちょっと今のところあの再販ないかもしれないです、はい、うん、そうですね、ね、でもこっちやったら、うん、
まだ在庫あったよ。まだあります。あった。あったと思うよ。あったと思う。私はちょっと定かじゃないんですが、こっちはめっちゃシンプルな方で、そうですね。なんかブラウンがねあった方なんですよ、これは。うんうんうん、白黒ブラウンの三色展開かな。多分こっちやったらまだ在庫があったと思う。はい、ような気がする。はい、すいません。ごめんなさい。でも多分こっちの方がさっきりんちゃんが見せてくれた、うん、ちょっと品番調べますね、うんうんうん、多分あっちの方が特にタックとかが入ってないんで、うん、レイアウトとかはめっちゃしやすいと思います。多分普通に今日のこの下に合わせたりとかでも、うんうんうん、いいと思いますよ、うん、一番使いやすいデザインかなと思います。思います。はい、はい、ちょっとあの品番調べるのにコメントでもらっていいですか。ごめんなさい。コメントはちょっといきますね、うん、あ、ワッピ新色可愛すぎますね、アミさんが。あ、そう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 可愛いでしょ。可愛い。結構私たちもね、もう見た瞬間、え、めっちゃ可愛いってね、うん、言ったやんな。そうなんですよ。私もなんかワッピさんが、うん、ブラウン届いてたよみたいな教えてくださって、そう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 、会社の中探し回ってそう、みんななんかね、ちょっとなんかピンク濃いブラウンよね、これ、うんうん、そうですね、うん、濃いブラウンっていうよりかは、うん、ちょっとピンクがかってるブラウン、うんうん、柔らかいブラウンなんで、うん、本当今からの時期でも全然使えるし、はい、多分春先とかでも重たく見えないので、うん、めっちゃ使える ね、うん、使えると思います。大丈夫かな。大丈夫そうですかね、うんうん、じゃあちょっと私が調べるんでもう少々だけお待ちください、はい、ごめんなさい。そうだ、ね、ピンクね。あ、そうそう。どこ行った？どこ行った？あ、当たった。ありました、ありました。さっきね、この見せた分は、品番が、バンドカラーシャツチュニックっていう名前で、品番 58434 っていう品番で、あ、今ね、ちょっと在庫がなくて、でも11月3日に再販予定ですので、うん、はい、よかったら、あの、11月3日、ちょっと先、来週なんですけど、あの、よかったら、リマインダーしてみてください。はい、です。さっきね、セザーのブラックとおすすめの色はって聞かれてたんですけど、うん、ミントと合わせるとこんな感じ。あ、かわいい。あ、やっぱミント合うわ。かわいいですね、うん、ぜひ、うんうん、ぜひ。結構大人っぽいですね。うん、大人っぽい。多分レザーが結構大人っぽく見えるんですよね。そうですね、うん、でもまあ多分チャコールでも全然いけそうな気はする。このレザーですか。結構シックな、うんうん、中はやっぱね、白いブラウスとかがいいかなと思います、うん、そうですね、うん、多分どれも合う気がする。うん、でもね、うん、いけそう、いけそう。あ、うん、間違いない、間違いない、うんうんうん、どれも合うと思います。はい、じゃあ続きまして2点目のニットに行こうと思うんで、りんちゃんに着替えてきてもらおうと思います。はい、さっきコメントでちーさんが、裏地ありますかってあるんですが、多分このワンピですかね。このワンピ裏地あります。こんな感じ、あの同系色の裏地がついてます。私の身長で膝より下なんで結構長めのね、裏地がついてるんですけど、まあ、あのボリューミーなんで全然裏地ついててもこんだけ足は開くのですごい動きやすくて、はい、他のね、色も同系色の裏地がついてるので、透け感はね、ブラウンとかも全然気にならないと思います。うん、こんな感じです。はい、そう、同系色やるじゃん。ちょっと時差で今パッて画面見たら自分が超えてるからちょっとびっくりした、すいません、笑ってしまった。うん、でもね、このね、うわ、ちょっとめっちゃ可愛いんで本当おすすめです。新色もなんか既存であの在庫がなかった色とかも今は再販して在庫も復活してるんで、もし気になってた方は多分これもね、そろそろで、ね、再販が厳しくなってきてるので、そうなんで、ぜひこの機会にゲットしていただけたらと思います。はい、うん、私はね、このね、トップスをすごい狙ってるんですけど、ミントも多分私そんな顔写りが悪くなったりとかしない気がします。ちょっとくせみ系やから、こんな感じ。だからすごく色を迷ってて、何色が可愛いですかね。どの色もなんか使いやすいから、うん、いや、モフさんグリーン着てそうですけど、ほんまに、うん、でも好き、このグリーン好き、うん、ちょっとなんか淡いグリーン、うん、がすごいおすすめです。うん、でもまあ間違いなくベージュをね、使いやすいんですけどね。そうですね、うん、です。アラムさんが、りんちゃんありがとう、どれも合うから結局決める。確かに確かに、合いすぎて逆に迷わせてしまった。でもね、ほんとね、あのスカートはめっちゃ使えますからね。うん、そう、多分在庫もね、まだあったんじゃないかな、サイズが欠けてたかもしれないですけど、うん、
でも本当使えるのでぜひよかったら気になってる方は見てみてください。多分レッツの品番忘れちゃったんですけど、エザースカートで調べたら出てくると思うのでぜひ見てみてください。うん。